ナンバー、愛の期待に満ちた 2ND シングル、ダンスの挑戦と多様性への歩み。ナンバー、愛の 2ND シングルの発売日とジャンルが待ち遠しい中、ファンたちは驚きと期待に胸を膨らませています。今回の作品では、従来のイメージを超え、より力強く挑戦的なダンススタイルが特徴となります。平野紫耀さん、神宮寺裕太さん、岸優太さんといったメンバーが本気モードで臨む中、新たな一面が期待されています。 次の曲のジャンルについてのディスカッションは熱を帯びています。デビューズのヒットホップから一転して、アイドルらしいキラキラした曲を期待するファンも多い一方で、Spotify でのメンバーの音楽の好みからは R&B の可能性も垣間見えます。新たな音楽の旅への期待が高まります。各メンバーの歌い方を踏まえたソロ曲への期待も高まっています。グループは3月14日から3月17日まで東京ドームでの公演を控えており、 ファンは新たな曲に期待を寄せています。これまで触れられていなかった可能性に満ちた展開に注目です。次の曲のリリース日についての憶測が議論され、2月1日から3月1日までの可能性が取り沙汰されています。特に3月1日にリリースされる場合、新しい曲を学習することが急務であることが認識されています。ファンたちは未知の世界に興奮しています。記事には遊び心のある冗談や解説が織り交ぜられ、 ディスカッションに軽快な雰囲気を醸し出しています。個々のメンバーの音楽の好みや暗記速度、バラードなど、多岐にわたる期待が参照されています。ファン同士が楽しみを分かち合っています。ナンバー、愛の 2ND シングルに対する期待は高まるばかりです。ゴートで世界を沸かせ、アイドル系から一歩踏み込む新たな可能性に期待する声が広がっています。海外ファンのサポートも重要視され、新たな展開に対する期待が広がっています。 R&B 路線やキラキラ王子様系など、様々なジャンルに対する期待が読者の中で広がっており、ナンバー、愛の多様性に富んだ魅力に期待が寄せられています。ナンバー、愛は多様な可能性を秘めており、どんな曲でも彼ら自身のものにする力があるとされています。ファンたちは彼らが納得し、楽しく踊れる曲を期待しており、そのために飛べに合流したことが強調されています。 未知の船出に対する楽しみが読者たちを包み込んでいます。海外での受けが良かったことから、新たな路線での成功が期待されています。アーティストとしての成長を求め、キラキラよりもアートな表現に挑戦してほしいという声が読者の中で共鳴しています。ボートの成功に続き、次の曲でも期待は高まっています。読者たちは異なるジャンルにも期待を寄せており、 特に R&B に関しては、平野さんが言及していたことが引用されています。3人の声に愛憎で、新たなファン層を引き寄せる可能性が高いと評価されています。次の曲のリリースに向けて、CD のカップリング曲についての興奮も高まっています。未定となっているカップリング曲についての期待が広がり、3人の個性的な歌声に期待が寄せられています。ファンたちは彼らの歌声を生かす、新しい曲に胸を躍らせています。 読者たちはナンバー、愛の楽しみに満ちた新たな船出を信じており、彼らが楽しく歌って踊ってくれる。